キチャンネル。ちょっ、金曜日です。総チェック。はい。金曜日です。総チェックのお時間がやってまいりましたよ、ということでね。まあ、カースイはね、昨日の動画出てるんで、今日は木曜日の試合ね、総チェック。まず、ギュッとね、一緒に見てもらえれば楽しめると思います。ということでね、8月31日ね、もう今日から9月1日。どうですか、皆さん。子供は学校行きましたか？夏休み終わりですね。お母さん、おじいさん、おばあさん、夏休み、子供の世話、お疲れ様でした。ね、夏休み、一番大変なのはお母さん、ね、ところが多いから、お父さんも子供の世話してるところもあるかもわかんないからね。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、夏休みお疲れ様でした。ね、夏休みが終わりましたねって、夏休み終わったのは子供だけっていうね。はい。さあ、ということでね、お送りしましょう。まずは、ソフトバンク対オリックスね。1対0でソフトバンクの勝ちということで、この3連戦ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しだけども、ソフトバンクはね、3連敗をね、阻止したっていうところではね、非常に価値のある1勝だったかなと。その中でね、ソフトバンク和田、7回103球、3安打3三振、2四球無失点と。まあ、7回ね、2年ぶりぐらいかな、の、7イニングっていうところと、まあ、自身がね、もう1回投げるっていうね、志願の、投球っていうところで非常にね、クピチ。素晴らしいね。松坂世代だから、俺の4つ下だから、今年43か。進化止まらんな。ね、ストレートのキレもいいしね、変化球もね、キレ抜群、精度もいいっていうところで、50歳いっちゃうね。ね、思い切って、今何勝だ、和田は。と、156勝。いやー、ちょっと200勝までまだまだ遠いな。まあでも50歳までいければね、チャンスあるんちゃうかっていうところで頑張ってもらって。ね。で、オリックス先発つぶやきね、7回102球、6安打破産し、1四球無失点と、こちらもね、全く和田に負けてないっていうところでね、非常にね、カチッ。ね。まあその中お互いね、なかなか点取る機会なかったけども、ね、9回裏、ピッチャーね、平野に代わって、ワンアウトから三森がライト前ヒット、甲斐が送りバント決めて、ツーアウト二塁からね、今宮のね、センターオーバータイムリーツーベースっていうところで、サヨナラ勝ちってなるけども、ね、全体通しても、まあ、オリックスもね、ランナーね、結構出すんだけども、ね、まあ、連打も続かずね、この和田の好投っていうところに、手も足も出ずっていうところと、松本すなね、完璧なリリーフで逃げ切って、勝利っていうところではね、ソフトバンクのね、ちょっとオリックスはね、まあ、完敗っていう、これはもう仕方ないね、和田のグッピッチングがね、大きかったかなと思いますね。だから結果ね、この3連戦オリックスの2勝1敗で勝ち越しでした。続いて日本、ロッテ対日本ハムね、金曜日の試合6対4でロッテということでね、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたね。2位死守に向けてはね、今 B クラスのチームに負け越してらんないでね、これ勝ち越したっていうのは非常にね大きいんじゃないでしょうかというところでね、この試合日本ハム先発田中瑛斗ね、5回3分の1、86球、6安打1三振、4四球、1セットボール4失点ね。で、ロッテ先発メルセデス、4回3分の2、90球、10安打6三振、無四球4失点っていうところでね、まあこのね、まあ失点が少なかったっていうところでね、メルセデスもちょっと傷口がね、浅く済んだっていうところもあるけども、ロッテ先発田中ね、まあ全体的にね、まあ序盤はね、山口にね、ツーシーム、詰まらしたりしながら打ち取ったっていうところもあるけども、あと中村にデッドボールっていうところもあるけども、もう、序盤だけだね、ほぼほぼ、もう、その後は使わずっていうところでね、初回だけちゃうかっていうぐらい使ったのはね。で、あとはもうね、外のまっすぐ、スライダーカット系。で、まあ、たまにフォーク。で、まあ、左にはカーブっていうところも使うけど、いや、これじゃね、多分ね、きついと思うんだよね。だからもうちょっと右バッターに対しても、あの、ツーシームをもっと使っていくと、幅が出てね、投球の、この、引き出しっていうのも増えると思うけど、あの配球だと、だからまあね、外きっちり投げなきゃっていうところでね、フォアボールも、増えるし甘くなったら打たれるっていうところで投げられないから投げないのかキャッチャーのそもそもサインが出ないのか正直分かんないけどでも初回は投げてたからねというところでは選択肢の一つとしてあるっていうことを考えればもうちょっとインコースツーシーム投げていかないと田中本来の良さが全く出ないからここはどうなんやろうっていうところはねめちゃくちゃあるけどねなんかもったいなかったなっていうところはあります。その中で日本はね、初回松本センター前、グッジレフト前というところでノーアウト一塁、でここで清宮がね、追い込まれながらもスライダーね、うまく拾ってセンター前というところで、まあ左中間ね、バタバタしたけども、で清宮ね、ここセカンドまでね、行くんだよ、グソ、ね。あれをね、だから、角中もね、ちょっとバタついて逆ターンとかしてね、もうちょっとね、ピピって動かないと、これセカンドまで行かれちゃダメやろっていうね、で、万波がね、キャッチャーフライでアウトになるけども、ワンアウト2、3塁から回れてですね、センター前、タイムリーツーベースってなるけども、センター、岡がね、まあ、白母で見失って、センター前に落ちるんだけどもね。で、これで2点目。で、ワンアウト2、3塁から上川畑ね、ピッチャーゴロ。で、野村三振っていうところで、日本はね、ここで最低もう1点取れたからね、
これここで1点取れたらもっと試合展開ね変わったかなっていうのがあるのと、最近マリンもそうだけど他の球白母で落とすのが多いんだけど、白母だから仕方ないって俺はもう思えないんだよね。まあ、俺が嫌じゃないからね、佐々木何言ってんだっていうのはなるかもしれないけど、もういろいろ技術も発展してきて、いろんな用具もある中で、じゃあサングラスにしたってよ、オレンジだったらどうや、黄色だったらどうやね、赤だったらどうやとかね、緑だったらどうなんよ、わかんないよ。でももうそろそろね、技術開発をね、一緒にしながらメーカー側とね、この白母に対しても見えないっていうところで、だから見にくい時だけつければ、いいわけだから、別にね全試合ね全イニングつける必要もないだろうしね、そういうのをもうちょっとね開発したりね試してみたりしていかないとね、白母だから見えませんってね、そんなもん言い訳ねプロじゃ通用しないと思うんだよね。しかもそれもう何年何十年も行われてきてるから、こんな技術の進歩があるんだったらそれをどんな技術でも無理なのか、俺はそんなことないと思うんだよね。そういったところはね、まあもうちょっと野球界もそうだけどもね、メーカー側もそうだけども、そういった白母対策どういうのがいけるかっていうのを試みたりチャレンジしていって試したりねした方がいいんじゃないのかなっていうね、ちょっと多すぎるね。でしかもこれねメルセデスその後抑えたからよかったけどね、ここのね2失点で本当抑えたのはね勝ちにつながったかなと。でも2回表もねツーアウトから松本のねセーフティーバントクナイスバントね、でその後ね、ワイルドピッチ、このワイルドピッチもね田村前飛びたんだけどね、もう松本がねもうすぐ狙ってる、あの第2リードね、あの走塁行くで、軍事のね、レフト前ヒット。ここでもね、松本走ってたんだよね。で、それがラインエンドね、セカンドランナーだけど、ラインエンドヒットみたいな形になって、1点っていうね、かなり効率のいいね、点の取り方で、ね、3点取ったのは日本ハムとしてね、かなり大きかったけども、ロッテとして一番大きかったのは、この2回の裏ね、ツーアウト1塁になってね、友杉がセンター前ね、ちょっとカットボール気味、センター前タイムに、この1点がね、結果的にこの逆転劇を生むね、ストーリーになって、この取られた後ね、すぐ1点非常にね、大きかったかなと。でその後もね3回裏中村翔吾のねレフトスタンドホームラン、これもねこのフェンスの上に当たって入るっていうね、だからあのレフトね野村もラバーあるからラバーに足かけていったら多分届いてたと思うんだよね。まあ本拠地じゃないからねあれだけど、もうちょっとね取るのに策あったんじゃないのかなと思うけどね。で、4回の裏ね、角中中村がね、ヒットとフォアボールで出て、でねポランコの時にピッチャー北浦ね、交代してポランコ三振するけども、ポランコねちょっと対左のね打率が1割台、しかもホームランね20本中右17左3本だからちょっと左苦労してるね。でツーアウト一塁から山口がね詰まったかなと思ったけど結構伸びてね、左中間のタイムリーツーベースね、これで逆転で5回にね上川田のねセンター同点タイムリー、インコース難しいところね、でもあれもねインコース狙ってたって言ってるからね、その狙われたっていうところがね配球的には違う方もあったけど、これは駆け引きだからね、いいとこ悪いとこな問題じゃない。で同点になったけども7回裏ねピッチャーロドリゲス先頭山口がねセンター前ヒット打って、もうこれダイソー技ね、だからやっぱりねこれね今日この試合もね小川が先発してたけども、これなんでダイソーのね和田やっぱ和田をね勝負の手で使いたいんだよね。で先発で使うと前日も多分ね最後の1、3塁とかねファーストランナーいたらね和田使いたかったと思うんだよね。でそしたら盗塁して2、3塁とかもいける中で、このね和田をね最後に使いたいっていうところもあってね、先発じゃない有効活用っていうのもあるから、こうまあ難しいね。で和田が出てできっちり盗塁を決めて、ねでロドリゲスが、悪送球ね、で点々とバックレッドに転がっていって和田がホームインっていうね、足で、勝ち越し点を取るっていうね。だからキャッチャー振るカーブね、あれ難しいよカーブね、ちょっと反応遅かったね。でその時ね、あの岡野、まあ、失点をしなかったけど岡野サードゴロ清宮高一っていうね、守備守ろう、あんなミスしてちゃダメね。で8回の裏もね友杉ツーベース、ちゃんとね送りバントを決めて中のピッチャーがラウトになるけども、ポランコがね敬遠で和田がねここで初球をねライト前ヒット、だから吉田輝星もあの高め狙った高めをライト前に和田にヒット持っていかれるって、もう多分ストレート切れないんだろうね、多分力もないしね、2軍降格でなってたけど、これはちょっと仕方ないね。まあ2試合連続ね、失点というところではこれはまあ仕方ないかなっていうところもあります。ロッテはね見事逆転勝ちっていうところもあったんでね、非常にねいい流れだし、和田の足がね効いて、和田クソでグッパってね、いい活躍があったな。しかもねリリーフは西村がね4勝っていうね防御率0点だよ、帝京大魂いいね、頑張ってる、もうちょっと頑張れね、広畑何やってるんやっていう一言を添えてね終わりたいと思います。結果ね2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いて、楽天対西武ね、4対5で西武の勝ちっていうところで、こちらはね、2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうねところになりましたけど、西武もね3連敗しなくてよかったっていうね、ところはありますけども、まあ、この試合ね、両先発、西武はね隅田6回3分の1 92球5安打6三振無四球4失点1イニングだけほぼ完璧で抑えてた、1イニングだけ
ね、でもまあ良くなってきてるけどね、この爪の甘さ今年改善していこうね。うん、楽天先発藤井ね、5回3分の1、89、5安打3三振、29三失点というところで、まあまあ最低限のね、ピッチングはできたかなっていうね、ところで西武はね、4回表ね、先制、ワンアウトからね、渡辺ツーベース、そしてね、昼間がアウトになるけども、外崎がね、センターへタイムリーヒットっていうところでね、1点先制。で、6回表にもね、岸レフト前、中村フォアボールっていうところで、ノーアウト1塁のチャンスを作って、渡辺のね、レフトフライになるけども、昼間がね、タイムリーツーベース、そして外崎がね、タイムリーヒットっていうところで、いい形でね、3点先制して、このままね、隅田もね、1回、2回、3回、三者凡退でね、抑えて、で、4回ね、小深田にヒット打たれるけども、その後続を抑えながら、で、5回もね、三者凡退、で、6回も三者凡退っていうね、6回もでね、ヒット1本だけ、完璧なね、ピッチングでここまで来てるっていう中でね、7回裏、先頭島内ツーベース。で、辰巳がね、ファーストゴロ進塁打になって、ワンアウト三塁から、なんと、浅村がね、レフトスタンドへ、ツーランホームラン、浅村君、レイヤーのホームランっていうね、ところで、まずでもこれ3対2でね、勝ってる中で、ここからね、フランコ岡島ライト前ヒット。で、ここでね、阿部になって、ピッチャーはね、マメダに変わるけども、阿部は三振取るけども、代打鈴木大地、センターへのタイムリーツーベース、逆転っていうね、一気に逆転。まさかと。また楽天の逆転勝利で楽天3連勝か、ってなった時に、取られたとすぐ行きますっていうところでね、8回表ね、西武の攻撃、楽天のね、渡辺から先頭、中村拓也、センターへのね、ホームランで同点。で、その後渡辺がツーベース。でね、ここでノーアウト二塁から昼間がね、送りバントをしたら、なんと渡辺がファーストへ悪送球っていうところのね、エラーが発生して、勝ち越しタイムリーエラーっていうところで、まあこれをね、しっかり勝って、で、その後ね、クモン、そして9回裏にはね、クリスキーっていうところで、まあね、あの終盤、途中ね、元 DNA にいたクリスキーね、まあ全く打たれてるっていうところでね、まあちょっとこれね、来年に向けては西武ちょっと後ろね、あの、どう構築するかっていうのは、ちょっと再結成必要かもしれないね、後ろね、どういう風にやるかっていうところは、今年から来年に向けての課題になってくるのかなっていうところはありますけども、楽天としてはミスもあってね、ちょっと痛かったかなっていういい流れで勝ち越しただけにね、これを勝って一気にね、A クラス行きたかったところがね、また詰めたけどね、ソフトバンク勝ったから離されてっていうところでね、まあここはね、一進一退になるからね、最後までわからない展開、3位争いっていうのはなるかなと思いますね。まあ結果ね、西武のこの試合は勝ったけども、全体的には2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。続いて、中日対ヤクルトね、1対6でヤクルトの勝ちということで、このカードはね、1勝1敗で中日の勝ち越しだったけども、ヤクルトね、3連敗阻止っていうところで、先発小川がね、好投っていうね、8回107球、4安打5三振、1四球、1失点とね、またここからね、結構小川もね、状態、一時期ちょっと下がってるかなと思ったけどね、ちょっと上げてきたかなっていうね、これで、まあ、本人ね、2連勝っていうね、形でしっかり1イニングね、抑えたっていうところは、1試合ね、1失点で抑えたっていうところは良かったかなと。で、中日先発ね、梅津。5回77球、2安打3三振、2四球1デッドボール1失点、楽しみにしてたよ。ちょっと体がね、でかくなったような感じがするけどね。まあ、ピッチングはまだね、荒削りなところね、もう思い全力でいってますみたいなね、感じがあって、まあ昨日も言ったけどね、まあ5回までかなっていうところで、まあ結果ね、5回までっていうところになったけども、まあ1失点でね、乗り切れたっていうことは良かったんじゃないのかなっていうね、まあしかもね、この1失点もね、2回ね、先頭中村のね、ピッチャーゴロファーストへ悪送球、で、ランナーセカンドに行ってね、長岡がセカンドへ進塁打、で、丸山が先制タイムリーヒットでね、1点っていうね、もうだから、あの、自責ゼロなんだよね、自分でエラーだけどもね、もったいない。ね、いいピッチングした時にね。でもまあ、ここからね、怪我もあって、もうずっと期待してるからね。ずっと期待してるからね。絶対やれると思ってるからね。これはもう怪我なくやってくれればね。まあ今年ね、まああと数試合投げて、来年に向けてはね、ローテーション入ってくれるようにね、頑張ってもらいたいな、ね、ところはありますね。で、その中でね、ヤクルトは7回表ね、2アウト3塁から大川がね、自分でタイムリーヒットを打って、ね、2点目。で、8回表にはね、オスナのサードゴロ石川がね、もうゆっくり取って、ゆっくり投げて、ファーストへワンバンで投げて悪送球バッと、ね、でその後宮本送りバント、ね、村上ショートゴロでアウトになるけども、サンタのフォアボールで2アウト1、3塁から中村のサードゴロをなんと石川がトンネルバッと、ね、でその後長岡タイムリーツーベースで一気に3点というね、もう1イニングダブルミス、ね、で8回の裏ね、木下のホームランで1点返すけども9回の表もね、代打沢井がデッドボールで内山がね送りバントを決めるとね、ファーストの宇佐美がね、バッターの内山と、当たっちゃって走塁妨害バッと何やってるでノーアウト一塁だとオスナがヒットねで赤羽が、犠牲フライを打ってまあ6点ねまあこれはもうダメ押しになるけどもこの試合なんと、中日はエラー4つっていうねもうエラーが多すぎミスが多すぎね
だからこのドラゴンズはどう勝っていくかだよね。だから昔落合さんが言ってたと思うんだけども、点が取れないんだったら点が取られない野球をしようっていうね、1点しか取れないんだったら1点もやらない野球をしようっていうところで、今の中日がどういう野球をするのかっていうところをやっぱりしっかり見極めてチームに合ったところをやっていかなきゃいけないよね。やっぱ得点力がないっていうところを考えると、こんなもエラーしてたら勝てないからね、正直。そらね、それだから1年って考えたら、そら勝つよ、中ではね。でも1年って考えたら結局そういうので落としていくから、1点を防いで野球をするのかね、1点を多く取る野球をするのか、もうもちろん両方できればいいけどね。今のドラゴンで言うとやっぱり1点を取っていくってなかなか難しいから、そういったところではもうね、強固なピッチャー陣、リリーフ陣を踏まえて、しっかりディフェンスでね、しっかり守って最少失点でね、勝ち切るっていうね、ところをやっていかなきゃいけない中、まあ、こういった野球をしてるとやっぱね、いつまで経っても勝ち切れないっていうところなので、もうちょっとそこら辺をね、まあ今年の残りシーズンで来年に向けて、課題かなっていうところはありますね。まあ結果はね、2勝1敗の中日の勝ち越しでした。続いて巨人対広島っていうね、大阪岐阜シリーズっていうところで、この試合は2対0で巨人の勝ちね、結果2勝1敗で広島の勝ち越しになりましたけども、巨人は3連敗阻止ね。広島は阪神がない試合だけにね、ここは一気に勝って3連勝したかったところだけどもね、この試合広島先発どこだね、7回94球6安打4三振1四球1デッドボールに失って、初回だけ持ってね。で巨人先発赤星5回91球5安打4三振無四球1デッドボール無失点っていうところでね、まあやっぱストレートね、力強かったなっていうところもあるんで、でその後ね、バルナラード菊池、船場様高梨中川ね、まあランナーを出しながらもね、しっかり粘り強く踏ん張ったっていうところでね、まあ巨人としてはね、まあ軌道のね、広島のようにね、最少得点でもね、失点を与えず勝ち切るっていうところでは良かったんじゃないでしょうか。まあその中でね、初回ね、この試合ね、王さん以来の1番で高卒1年目で、しかもマルチヒット浅野ね、1番浅野持ってきてね、レフト前ヒットで北村がね、内野安打っていうところでノーアウト1塁からね、秋広の送りバント、ここをね、どこだかちょっとファンブルするんだよね、ジャックルして慌てて投げて、まああれ小園が取ってたらアウトかどうかわかんないけど、小園も慌てちゃってね、キャッチできずにセーフになって、結果記録はね、小園の捕球ミスになったけども、これちょっとどこだのミスだね、これアウトにしとけばこの試合分かんなかったよ。でその後ノーアウト満塁になって、坂本が犠牲フライで、丸がね、犠牲フライっていうところでね、だからタイムリーなしの2得点だからね。でまあ坂本がね、センターへの犠牲フライ打ったことによって、2塁ランナーのね、北村も3塁進塁して、で、丸がね、また犠牲フライっていうところでタイムリーなしだから、このやっぱエラーもったいなかったね、とこだわね。でまあこれでね、できっちりその後ね、広島あの巨人は7安打っていうところで、ほぼほぼチャンスないんだよ。で、2、3、4をね、三者問題ね。で、5回ね、ランナー出るけども、ワンアウト3塁ね。ここでね、北村セカンドランナー、ライナー。ここでもう1点取ってたらね、もうちょっと楽な展開になってた。この 5回裏ね、得点しきれなかったのも痛いし。で、7回裏にもね、2アウト満塁打てなかったっていうところも三振っていうね。この5、6っていうところの中盤ね、チャンスを作った中でもう1点取ってれば、もうちょっと楽な展開だったけども。まあ、広島はね、ほぼ毎回ランナー出すのよ。初回ね、ワンアウト一塁から西川ね、163ダブルプレーね。だからランナー出なかったのね、多分4回だけだと思う。4回以外全部ランナー出したんだけども、もう最後の1本出なかった。3回裏もね、ワンアウト一塁から小園西川がね、ワンヒット出ずっていうところもあるしね。だから点取るチャンスはね、一発で9回もね、ワンアウト一塁から末金ね、三振。ここね、連夜のまさかのホームランの大逆転っていうところね、ファンの皆さんも期待したかもわかんないけども、それなかなかね、うまくいかないっていうところで三振。で、最後、代打松山がね、セカンドゴロっていうところでね、まあ、完封負けっていうところになりましたけど、まあ、広島はチャンスでもね、一本ですね、巨人はそこをしっかり守り切ったっていうところではね、非常に巨人としては、岐阜での試合ね、最高の結果になったんじゃないでしょうか。まあ、結果としてはね、2勝1敗で広島の勝ち越しでした。さあ、ということでね、もう9月に入りましたけども、もう、あと、阪神が26試合。広島はあと23試合で、巨人も DeNA 巨人26試合っていうねところになってね、優勝争いエグラサルセイ、まあ広島はね 5.5 ゲーム差、まあ阪神がマジック消えたっていうところでね、まだねチャンスあるかなっていうね。で DeNA 対巨人はね今3位2ゲーム差っていうところでね、これどうなってくるのかっていうねところはあるけども、今日からの試合ね、ヤクルト対阪神ね、ロドリゲス村上っていうところで、ロドリゲスもねいい感じで投げれるから、阪神としてもね、まあ、油断できないっていうね。この村上でね、阪神はやっぱり勝たなきゃいけない。このね、初回、金曜日、この初戦、
これ大事。これ阪神負けたらちょっとね、怪しいよ。この週末もね。で、DeNA 対巨人ね、東とここのね、投げ合いね、どっちが勝つのかっていうね、こう3位争いだからね、まあ最悪でも DeNA はね、3連敗しなければ最悪 OK。ね。でも直接対決、あとね、DeNA 対巨人、あと6試合ある。そのね、6試合のうち全部横浜スタジアム。このホームアドバンテージをね、DeNA が使えるのか。この3連戦、この初戦ね、これ巨人が勝ったらどうなるのかっていうところもあるしね、これ面白い。で、広島対中日ね、玉村対中日。広島はね、ここの中日との間、一家のね、中日ヤクルトの6連戦を 5敗1分けでいったのがね、今1ちょっと苦しくなっているところだから、この DeNA、あ、この中日戦、広島はね、3連勝するぐらいの気持ちで、いったらね、まだ優勝ワンチャンあるからね、こう初戦大事だね、玉村のピッチングっていうところはね。で、パリーグね、パリーグの順位表でいくと、まあ、オリックスね、マジック20、9.5 ゲーム差。ソフトバンク4ゲーム差、楽天2ゲーム差っていうところを考えると、まあ優勝はほぼほぼ決まりちゃうかって俺は思うけどね、皆さんどうですか。まあ、その中でね、この試合は A クラス対 B クラスっていうね、日本ハム対オリックス、西武対ソフトバンク、そしてロッテ対楽天っていうところでね、この A クラス対 B クラスをどこまでいけるかだね。これがポイントだね。だからもうどのチームも B クラス相手には負けられないからね。負けたら下がるよっていうね。その中でロッテ楽天ね。ミワフルスの楽天と。楽天騎士はね、前回のところのとこでも言ったけどね。ロッテに対して今年ね、めちゃくちゃ対戦成績悪くて、めちゃくちゃ打ててめちゃくちゃ勝てない。昔はね、ロッテキラーだったけど、今はね、ロッテが騎士キラーになってるから、そこね、騎士がロッテ打線を抑えれるかどうかがね、勝負だね。で、平良石川の人はね、で、平良もいいピッチング。ソフトバンク打線が平良打てるかどうかでね。で、オリックス、日本もね、山崎幸也対上沢っていうところで、ここもね、オリックスがね、ソフトバンクに投手陣に沈黙してるからね、そこで、どうなるのかっていうところと、オリックスはね、なんとペイペイからのエスコンね、移動ゲーム。これはね、きついんだよ。めちゃくちゃきついんだよ、体力的に。そこをね、どう乗り切れるのかって対決で。まあ、一気にね、A クラスが、B クラスが全部勝ったらまた面白いけどね。まあ、どういう展開になるのかっていうところで、まあ初戦ね、やっぱり大事になってくるね。さあ9月に入ってもね、まだクライマックスシリーズ争い、優勝争いね、まだまだね、混沌としてますからね、コースアドに装着と一緒にね、皆さん楽しんでいきましょう。ということで今日はこれおしまいです。